さも楽しいや東京キッド。歌のような人生がある。人生のような歌がある。あれは3年前止めるあなた駅に残し、あなたが知らない黄金歌謡伝説。あの日流れていた歌の行方、あの日口ずさんだフレーズの心、それをご一緒にたどる旅、あなたが知らない黄金歌謡伝説。名曲のルーツを探る黄金歌謡伝説、今週は荒木一郎さんがお客様です。今日は昭和42年発売のこの曲のエピソードです。吉田沙織があのビクター、同じビクターだったってこともあるし、ディレクターが武田さんっていう女のディレクターがついてて、僕のディレクターともその仲いいってこともあったし、またさゆりちゃん自身は僕とはもちろん映画で一緒にやってるし、だから近所だったっていうことはまずね、自分の家とさゆりちゃんの家が近い。あの人は引っ越した時も僕も引っ越した、そこだから、うん、だからね、追っかけてんじゃないか、そんなことはないだろうまあそれでね、仲も良かったし、じゃあ作ってっていうかなったから、ね、じゃあ作ろうかということで、もともと歌詞じゃないからこう音域が狭いんですよね。1オクターブ1音ぐらいまでしかないから、そこで歌を作らなきゃいけないっていうのがあってというね。なんだかどこまで本当なのか近所だからデュエットさせてもらえるんだったら多くの男性が引っ越すっていう気がしますね。そうでしょうね。レコードジャケットもこう愛し合う2人が見つめ合うみたいな横顔のジャケットだったりするんですけどもね。で、荒木一郎さんといえばもう俳優としても歌手としてもマジシャンとしても作家、漫画原作、いろんな顔を持ってて、それぞれのジャンルでトップクラスなんですよね。で、まさにもう才能の塊でらっしゃる。と同時にこれは才能があるってことは批評の目もあるということで、最近の歌、最近の映画、そういう日本のエンターテインメントについて気になることがあるそうです。全部数値とごまかしだもん、表面のね、そこでものを作りすぎてるよね。だけどもうさ、俺の、まあ、友達も似てもそうだけどね、みんなその後輩がさプロデューサーになったりするじゃん。だみんな毒されていくんだ、俺から習ってるのに毒されるんだよね。それで、まあ、この間も2年後にちょっと今映画を撮ろうとも作る撮ろうと思ってるって言われて、で、まあ、これは、まあ、金儲け、まあ、売れる形で撮りますからねって言ったんだよね。じゃあ俺がやることは売れないのかって、好き勝手やったら売れないのか、もうそう思っちゃってんだよ。売れるためには売れる材料を持ってこないといけないという、もうさ完全に頭がそうなってんだ。そいつはもう一応ね、もう日本で、まあ、ベストの方にさ視聴率を取れるだけの男になってテレビをドラマを撮ってますけど、まあ、そういうやつがやっぱそういうふうに自然に発言するんだよね。なんかその売るためには売る工作をしなきゃいけないと思ってる。そんなことは絶対ないって。自分が、僕が例えばお金は別に関係なくして何か物事をやりますよね、みんな面白がると思うでしょ。その場合というのは絶対ヒットしますよね、みんな面白がりますよ。でもそれは自分が面白いことを渡そうと思ってるから、それでいいのにどうしてそれをやらないのか。これなら売れる、あのタレント使えば売れる、そういうふうになっていっちゃう。そうやって自分の首を絞めて日本の芸能界がね、どん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 こうつまんないものになっていっちゃう。というこの批評はまあ本当にまとえてるって感じしますよね。こうエンターテインメント作品までもが結局数字という物差しでしかもう測れなくなっちゃったっていう、本当は今回はヒットしなかったけどやっぱり面白いよねっていうものが次には大ヒットにつながるかもしれない、だけど今はとにかく当たったか当たらないか、どれだけ売り上げが伸びたのかっていうことでしか評価をしないので、結局縮小再生産になるよっていうことはもう20年以上前から言ってて、今の音楽業界はそうなっちゃったでしょっていうふうに荒木さんは非常に憂えてましたね。で、そんな荒木さんですが、まあ8年ぶりに人前に出て、はい、初めてじゃないですけど半径500メートルを超えて
あの下北沢で、そんなに遠くないですよね。すごいですよ、近いですよね。近場ですけど、ね、8年ぶりにコンサートをやってくれたんですが、はい、これはあの周りの声が盛り上がればですね、表に出てきてくれるという考え、今後もあるんでしょうか。うん、でも半径500メートルだからね、もうだからもっと前だったらもうちょっと出たのに、だん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 これは引っ込んでるんだから、だからあと5年とかなってくるともっと引っ込んじゃうかもしれないね。それしょうがないよ、そういうものなんだからさ。いやっていうか本当に何か役に立つんであればね、その部分は やってあげたいってちょっとなんか嫌な言い方かもしれないけど、やっぱ自分はせっかくそれを持って、どうしてこれを俺にくれてんのかなっていつも思うんだよ、自分の才能みたいなもので。それを使わない形を取られるのもすごい不思議な気がするし、だからまあ500メートルって言ってるのも申し訳ないと思うんだけど、これも才能なんですね、そのマイナスの才能なんですよ。だからサラリーマンの人は例えば毎日電車に乗ってさ、その満員電車の中こうお聞きするという、もうあれはもう才能ですよね。で僕にはその才能がないわけだよ。もうそんなの一回やったらもう苦しくなっちゃうからね、だからできないわけだ。だからもし俺がこういうものをよく、こういう世界じゃないところでサラリーマンやったらもう本当にデクノボでさ、どうしようもないやつだねって言われて終わってるよね。だから自分が自分の生き方を見つけたからいいようなもののさ、やっぱり世の中でもやっぱ自分が一体誰だか分かんないまま生きちゃってる人もたくさんいると思う、自分自身が誰だか。だからそういうものをやっぱりどっかでピックアップさせてあげたらっていうふうに思うから、自分の周りで自分のところに来る人にやっぱそれを探ってあげると、一緒に探ってあげるっていうかね、やるよね。やっぱり人間っていうのは自分を生きることだから、だからどうやったら自分を生きるか、一番やっぱ幸せなお金じゃないから、でも自分を生きればお金は自然についてくるから。でそういうことをこう僕が言ったら、貧乏だったら誰も言うこと聞かないでしょ、それじゃうまくいかないよね。だからやっぱり自分がいつも金持ちでいてあげることがすごく大事だ。